RMH ラジオ豆彦。お聞きの放送はラジオ豆彦です。これボレロをさ、ボレロできないの楽器が、あ、はい、あれですよね、できなくはないけどちょっとあやふやになってきます、後半が覚えてくればよかった。先週まで私、うん、先々週すごいボレロの話盛り上がってて、うん、なんか年末大工じゃなくてボレロやるみたいな、うん、やりたい言ってたんで、うん、先週もなんかボレロできないなって言われるかなと思って、うん、ちょっとさらったんですよね、うん、あ、さらったんだじゃあやろうよ、ボレロ。いやいや、ちょっと分かんなかったらここで練習していいから、今まずやってみる、はい、あやふやなところはどっか、まずちょっと合わせてやってみよう。え、え、一緒にやったらおかしいよね。ボレロのユニゾンですか。あ、音確認するってことですか、うん、いや、まあ甘やかさない方がいいよできんだから。できる、うん、なんだっけ、どっちが先、じゃあ先にこっちやってもらう。あ、じゃあ僕、いや、先にやります。今日違う楽器1個持ってきてるんで出してもいいですか。あ、お、テナーサックスっていう、あ、テナーサックスまあ、触覚みたいなところですね、だからね、これ。いや、なんかゴージャスさ、旅館のゴージャスな夕飯みたい。うん。ごめんごめん。全然意味わからなかった。気にしないで。はい。うん、アルトサックスよりちょっと低いんですよね。うん、あ、そうなんだ。めちゃくちゃ低いわけじゃなくて、うん、だから結構そのテナーって言うと、あの合唱とかのテノール。の男性のちょっと高い音域の役割で、うんうんうん、テナーとかテノールサックス、テノールサックス、そうそう。でこれどういう風にしたらいい？じゃあ途中でさ変えたらどう？あ、これにですか？これに、だからこれ楽器が多い方がいいんだよねボレロだからじゃっちゃかじゃっちゃかじゃっちゃって俺そうだから、じゃっちゃかじゃっちゃっちゃはやるよじゃっちゃかじゃっちゃかじゃっちゃっちゃっちゃかじゃっちゃじゃかじゃじゃかじゃかじゃってやってもいいね。最初でもクラリネットか。最初フルート。最初フル、あ、フルートだ。あ、でも私、はい。私できる。あ、うん、最初、あの最初の A の方しかできない。ああ。いや、B 教えてよ。書いて、書いて、書いて。じゃあ B を僕はやればいいんですか。いやいやいや、もう全部やろう。だってこれ長くなるとつまんないじゃん。ボルだよ。ですけどちょっと B、 ちょっと B やってる、じゃあ B 一緒にやってみて練習して書いてほしい音名前CラソバシドラソCラソCさん B 今やればいいですか。うん、ちょっともう教えてあげないと、すいませんよ、すいません、うん、覚えてこなくて、1フラット、ジョージ教えてあげて、書かなくてもいいの？書いてほしい、書いてほしい、うん、はい、音だけ、じゃあ音だけ、なんかジョージが上演な感じで嬉しいよすいません、なんかこうちょっと鼻をへし折ってやった感じ、年齢的には先輩、あ、いや、いいです、そういうことはないのかじゃあ音だけ、ちょっと音だけ、音じゃなくて音で大丈夫、音書けますか、はい、カタカナで大丈夫、まあ、結局使われてんじゃん
できれば A から書いてほしい。間違えそうだから。待って。でもこんなん公開しちゃダメですよ。いやでもこういうのをやる見せるとこないじゃん。ちょっと練習しないよそんなこと喋ってないで。はい。B の方を。指導すごいねカタカナ書くだけで弾けんのちょっと音が不安で俺こういう風にちょっと楽譜書くのかと思ったら四五線がなかったんで子供かこれすいませんすいません結構大変なのこれそうだよねなんかどうしましょうどう ありがとうじゃあこれでいいのえまだですえまだまだすごいちょっとこんなんですよこれでボレロなんだよこれなんか大丈夫伝承みたいこれだってさ、はい、なあジョージ2簡単なやつだもんねそうなんですよけどちょっと覚えられる自信がない2個しかないんだよ A と B しかそうなんですいやでもだから結局その自分の、うん、楽器の音が楽器しかもイングリッシュホールですもんねあれねダモーレなんだねダモーレかえ何それあのこの間のこの覚えとイングリッシュホールの間の、うん、あの覚えダモーレってもう一個間に楽器があって、うんうんうん、そのボレロの中覚えも編成には入ってるんですけど、うん、ソロを取ってるのが覚えダモーレでやったことないやったことないそうなんだはい覚えダモーレでダモーレは持ってるのダモーレは持ってないですあんまメタに使わないんですよあそうなんだ、うん、じゃあそのシンセ、違うボレロやるときにはダモーレはどうするのダモーレ持ってるやつに頼むしかないそうですねとかまあダモーレを借りたりとかなしてるんだと思いますあダモーレをはいそれダモーレじゃなくてダメなの、うん、そうですね一応ダモーレって書いてあるわかんないんじゃない聞いてる人には、まあ、一般の図楽器を知らない方には多分わかんないとは思うんですけど、うん、でもまあ忠実にダモーレって書いてあるからでも全然やっぱ音は違いますねその本当オーボエとイングリッシュホールの中間くらいの音がします、うん、音色としてはイングリッシュホールの方に近いと思います、うん、こうあんまはっきりしてなくてあそんな風に、はい、イングリッシュホールの今日こそイングリッシュホール持ってくればよかったね本当ですねうんこんなんだったらねえ楽譜も持ってくればよかったねそうなんですよ先週こんくらい楽譜持ってたのにここに置いといたらちょっとまあまあいや迷惑だろうけど、うん、はいこんなちょっとでも合わせてちょっと吹いてもらったとりあえずはいありがとうございます1個目1個目がはいでも俺でも読めますかこれ読めますすごいねこんなんでリズムは全部分かってるであリズム分かってるからねリズムは全部分かってるんだけど、うん、そのおっぱあれここえはい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 ラスミマソラッシュラソファミレあ、ミレミレです、ね、ミレが1個なの、はい、大丈夫ですそんなそういう書いてもらったのになんかミレと吹けてくるっていう謎のそうそうなんだろうね、これね何に笑ってんすかすいませんすいません普通は、うん、こんな覚えてないと思います あ、普通の人普通に覚えてない普通に覚えてないジョージはすごいじゃんいや、たまたまアボレル好きだからね好きとか言われるラベル好きだからまあ、メロディー1個しかないから覚えてるってだけなんですけど、まあ、あとサックスの数少ない曲なんで あそうだよねっていうのが、うん、これもうほら年末にやるからこれちゃんとダモレどうするかダモレなくていいようちはうちはそうです、ね、大ボレロ大会本当にやるんですかやろうようんやりたいですね、ね、でもそうですね楽器揃えるの大変だから別にある楽器でやったらいいんじゃないですか順番にああ俺も参加しようかな、うん、だだだだなんかリコーダーとかあでもいいと思います鍵盤ハーモニカとか全然いいと思う鍵盤ハーモニカとかでもいいのはい、うん、別に俺ずっちゃかちゃずっちゃっちゃっちゃっていうだけでもいい結構きついですよずっと確かに先週すげえきついと思ってますからねすげえ長いからでもすごいボイパーみたいに練習してきたらいいかもしれないですねボイスパーカッションみたいに本格的にやってきたら面白いですねでマサルさんボイパー上手ですよあそう、うん、だから2人でちょっと何でもできるよこれ A だけちょっとやってみようじゃ、はい、これは1人でうんまずちょっと練習があったら、はい
でこれってどうなんの、どういうふうにし、どういう感じなの。だからこれやるでしょ今、これ今 A ですよね、はい、はい、で B に行くのそのまま。本当は全部のメロディ2回ずつ違う楽器でやって、うん、全部のん、A を2回違う楽器で、そうです、フルートで最初やって、うん、A クライネ、 A フルート A クライネット A、うん、ってことね。で B はファゴットかな、 B ファゴット、うん、B エスクラ、うん、あ、そうそうそう。でその次はどこ行くの、 A A B B の後また A A だよね。あ、 A A B B A A B B A A B B っていうことなわけ。そうです。はあ、じゃあ今日楽器が3つあるからね、もう1つしか持ってきてないんですけど。すいません。じゃあ、A A やべ、 B も来る。だから A A B B にしたら、あ、でも違う、途中ででも私が入らないと持ち帰れないよね。うん、だから、うん、あ、そうだね、 AA AA BB で、うん、そうしよう。はい、そうですね。どっちが A 先でいい、はい、うん、じゃあ AA BB ね、オーボエサックス、オーボエサックス、オーボエ、はい、テナーサックス、はい、っていうことで、はい、でそれを一人ずつやってるのがだんだんこう二人になってって。あ、それもあんの。最後は大合奏になるじゃないですか。あ、そうだ、どこで混じんの。だんだん増えてってます、その一人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 、あ、混じってくるの、その後かな。だから増えると、じゃあ今 A A B B A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  B B っていうこともできるってことか。そうするじゃん、3周する。はい、え、あの今そう決まったから。何ですか。なんかじゃあ先やってもかな。うん。だから A、はい、A B B、 次二人でやるってことですか。二人で A B B ってこと。まあ本当はその A A でまた違う二人の A ってなんて本当は。まあ本当はね、でももうこれしかいないもん。はいはい、フルート、クラ、ファゴット。とエスクライネットの後に多分トランペットとフルートとかで2人になって、うん、この前トランペットの人もいたもんね。あ、そうです。だからこあれ徐々にここ増やしてってさ、はい、これあ、でも弦楽器はいらないの。いります、いります。いります、はい、いります。のこれじゃあどん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 こう端っこに、よ、ここに5人ぐらいの時にはね、ちょっと、いや、もうここに誰か一人踊る誰か立つ感じになるよね。はい、はい、じゃあ AA いいですか。はい、ちょっとでもじゃあサックス代わりにしてもらうかな。でさ、そのやるたびにこの真ん中立ってもらおうよ。聞いてる。はい、聞いてます、はい、ここに この楽譜を置いといて、はい、ここであののど自慢みたいにこう、はい、来るたびにここに来てやるっていうのどう。シュールじゃないですか、大丈夫。いやいや、全然飲みたいよ、むしろシュールですけど。ここ名物、なんか一人ボレロみたいなのがこうどんどんこう聞いてた最後これになって。あ、聞いてないです。で、ちょそれも決めなきゃいけないわ。 AB の時にどの楽器にするか、こっち。そんなどうする、覚えてるかな。やるじゃん。その後2人で合わせるときは途中で変えるか、またこれを。でも持ち帰れる、ね、まあ、最後テナーの方がいいのかな。うん、いや、ソロの後だよ、また2人の時だよ。ああ、うん、じゃあやっぱ私が後にした方がいいんだ。それで持ち帰らないといけないから、うん、そうだ、はい、じゃあやってみよう。まずわかんない。よくわかんない。やっぱサックスカーでもいいですか。はい、いいです。最初フルートでしたっけ。そうです、はい、はい、じゃあ、じゃあみんな。じゃあ、行きましょうか。はい。あ、僕からですか。ザッザッザッザカザザッザッザカザ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 ザッザッザカザザッザッザカザザッ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 ザカザザッザッザッザカザザッザカザザッザッザッザカザザッザカザザッザッザッザカザザッザカザザッザッザカザザッザカザザッザッ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 ザッ
ザザ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 私です、うん、ちょっとあのリズムが面白かったっていうのもあるんですけどいや私ちょっと分かんなくなっちゃって僕真面目にやってたし、ね、分かってます。私がちょっとあの入りそびれちゃって。じゃあもう一回どこから入ればいいですか、今どこまで行ったんですか。もう僕先今 A A B までです。 B の1回目まで。 A A B の1回。じゃあザッザカザッザカザッ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 ザカザッザッザカザッ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 ザカザッザッザカザッザッザッそうですね、結構ややこしいかもしれない。わかんない箱が。あ、三拍子なんですよ。だだだだだだだ。ちょっと正解やってみて。はい、じゃあジョージと二人ですいません。いや、ジョージ正解で。三拍子で。そう。だだ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 だこれ今みたいにやるんですよ。はい、ね、練習しときます。すごい体力ですね。え、すごい体力。いや、すごい体力ですよ。
でもね、あの声をどうやったら潰さないかもちょっと俺 も, あ本当ですか、もう学んどうやるといいんですか。ザッザコザッザッって言うとこうちょっとあれだから、うん、ザッザコザッザッちょっと歌うようにやると、そうですね、ちょっと今腹から出てる、そうそうそう、ザッザコザッザッザコザッ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 ってやるともういくらでもやれそうです。はい、何分くらいの曲なんですか。16分やり続ける。16分最後まで、だってもう最後僕もし楽器やらないならもう僕はザッザコザッザッ太鼓があの指揮者でもいいですよね。はい、だってこれやってもいいでしょ。そうです、こうやってドン、ね、でも全て の, その速さをお任せすることになるんで、あ 僕に合わせる僕が遅くなったらあの遅くなるし、みんな、そっか。でもあれ誰かパーカッションもいるんでしょ。あスネアだ、だ、あスネアね、スネアドラム、スネアドラム、あれがめちゃくちゃ一番小さい音から始めなきゃいけなくて、あのスネアがめちゃくちゃ大変なんです。あでもここスネアだと最後また大家さん怒られそうだからスネアもあのスネアダメだな、口スネアで、口スネアそうですね、やるしかないね、はい、みんなでだからみんなが参加するっていうのはみんながスネアをやるっていうのはあ、まあ机叩いたりとかしないかもしれないですね。だだ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 ってやってやってもらえばいいんだよね、うん、まあ口でもちょっとやってみようよいつの間にか参加型になってます。いやいや、だってもうこう全然ちょっと なっちゃねえから、ごめんなさいごめんなさいちょっとこれあのリズムをちょっとオケフ入ってないですね。こんな入ってないですね。あ、オケフ入ってんじゃないの。入ってたじゃん。まあイングリッシュホールの担当ですね、きっとね、ダモール。はい、あ、いいですか。はい、え、あ、じゃあちょっとやっててよ。え、違うよ、違う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 1個足らない。タタ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 、はい、3、はい、じゃあ僕やりますよ、せーの、タタ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 お一人完璧な方がいらっしゃるちょっとやってくださいよ、もう一回。そうです、最後詰まる。あ、俺足りてない。ちょっとえ、でもそれ口でやるってちょっと難しくない。タタ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 ちょっともう、ちょ、ジョージこれみんな叩いてくれるっていうか、じゃあちょっと、はい、皆さんあの方に合わせて、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、みんなで参加するっていう意味では、そうそう、それいいかもしれない。これいいよね、いいアイデア。じゃこれそうしよう。これ年末までにここに来る人たちはこれをボレロのリズムを、ボレロのリズムをまずでちょっとなんかしたものが叩けるものを用意して、で最後は最初はこうちっちゃく、最後はダカタダカタダって、それまでにはできるもんね。はい。なんで今最後どこが難しかった。え、てかリズムちょっと今音を書いてカタカナで書いてだけって書いていただいただけで書いていただいただけでちょっとリズムがちょっと分かんなかったって、ね、当然譜面があれば完璧に、あ、まあ、もちろんそれはそうですよ。いやいや譜面がなくてもできないといけないので、いやいやいや、もうそれが苦手ですいません。そうですか、はい、
でなんだっけ、どうしましょう、あで応募ね、でなんだっけ、さっきテレマン、あテレマン やります、そう僕散々ボルト吹いたからちょっとテレマン休憩しよう、どうしよう、テレマンって、うん、はい、応募がちゃんと認知してたんですか、テレマン応募のことをちゃんとしてたの、あ応募、またなんか、はい、そうですね、これはフルートのだなんですけど、オーボエのあれオーボエのソナタとか、うん、ちゃんとある、うん、そうかそうか、これはどのぐらいの曲なんですか、どのくらいというのは今からどのぐらいの長さ吹くんですか、あ長さ、あ今全部吹かないので2分くらいです、もっと長くやってもらってもいいですよ、さっきのボレロのボルの分があるから、いやでもちょっと、あはい、あ今からちょっとソロで、はい、あのめくるのはやりますよ、いやめくらなくて大丈夫です、ジョージがこの1ページだけなんですけど、うん、そうですね、伴奏ないと難しい、いやこれ無伴奏のやつです、あそうですか、はい、じゃあそれをじゃあ立って吹いて、こうね、ここでとりあえず2、うん、ちょっと長めにやりましょうよ、はいリクエスト、はい、やっぱり話し気ですかこれ、えあ最初は嘘ちょっとあんまはいはい、はい、これなんですか曲は、無伴奏フルートのための12のファンタジーっていう12個の調整で、12個の曲がこの一冊に入ってるんですけど、いろんな調、うん、いろんな調整で書いてある本の中の、うん、8番目の A モール補短調、A モール補短調、補短調、補短調、テレマン、はい、無伴奏のための、無伴奏フルート、フルート、元フルートの曲です、うん、そういうのが多くて、そのバッハとか、うんうん、テレマンとか、その無伴奏の無伴奏フルートのためのっていうのを覚えで、うん、よくやるんだ、フルートのために書いてくれてるのを覚えがやる、そうです、バッハだとあの普通にソナタとかでも調整が変わって、うん、覚え版に書き換えられてたりとかもあるんですけど、じゃあやってくださいはい、いやでもうまい、いやいいですねやっぱり、やっぱりいいよ ね、 いいですね、